今回ですねちょっと非常に珍しいものをご紹介です。これは山形の産地で織られているものですが、いわゆる綿紬といって素材は綿なんです。で昔はたくさん織ってた頃はこれは普段着として使ってましたし、いわゆる農耕具的な方法でも着てました。で今はやっぱり数が非常に少ないので、これを、まあ、浴衣代わりに着たりとか、ちょっとおしゃれに紬代わり、普段着代わりっていうか、ちょっとおしゃれに着る方もいらっしゃいます。で割と管理も簡単なので、方法として非常に気楽に着られる着物ですし、お手入れも非常に楽ですんで、ただなかなか山形に出社が少ないものですし、地方行ってなかなか手に入るものではないので、まあ、ちょっと面白いかなと思いました。はい、ありがとうございます。はい。